ありがとうございます。2年後の2026年に愛知県を中心に開催されるアジアパラ競技大会の公式マスコットに選ばれたこちらの可愛らしいキャラクター、炎をテーマにしたアジア競技大会のマスコットのホノホンとは対照的に水をテーマにしていて、特徴は渦巻き模様とシャチホコの形をした頭の部分です。デザインを手掛けたのは広島県福山市在住のフリーイラストレーターの小玉真一さんで、キャラクターの愛称は来月発表される予定です。